ラリー・サンダースは、アメリカ合衆国フロリダ州出身の、元バスケットボール選手。NBA のミルウォーキーバックスなどに所属していた。ポジションは、センター、パワーフォワード。ポートセントルーシー高校でバスケットボールをはじめ、バージニア・コモンウェルス大学時代には、エリック・メーナーと共に主力として活躍し、2009年には、NCWA 男子、バスケットボールトーナメントの進出に貢献した。 ミルウォーキーバックス2010年の NBA ドラフトで、ミルウォーキーバックスから全体15位指名を受け入団。バックスには5シーズン在籍し、233試合に、出場、平均19.8分間のプレーで6.5得点、5.8リバウンド、1.84ブロックを記録した。しかし、2013年夏に大型契約を結ぶも、以降は、素行不良が、相次ぎ、 2015年2月に双方合意のもとで契約を解消以降はバスケットボールから離れた生活を送っていた。クリーブランドキャバリアーズバックスを退団ごとのチームにも属さなかったが2017年1月には NBA で再度プレーした意向を表明した。2017年3月13日、クリーブランドキャバリアーズが負傷したアンドリュー・ボーガットの代役としてサンダースと契約を 結んだことを発表した。しかし、2年間のブランクを取り戻すことはできず、参加の関東チャージ行きを命じられるなど、コンディション不足で戦力になれず、4月11日に解雇された。ありがとうございます。